元日本代表ディフェンダーや J リーグ初代優勝監督などの実績を持ちながら、今や居酒屋実況解説者として知られている松木安太郎。今回はそんな松木安太郎にまつわる50の面白いエピソードを紹介します。松木の実家は東京都中央区日本橋にある明治2年創業の老舗のうなぎ屋で、いとこは築地市場場内のマグロ仲卸。そして祖父は元大相撲力士の青井流で、本人はサッカーとあってなかなかの異色家系。実家はうなぎ屋、祖父は力士とあってか、幼い頃からお坊ちゃんだった松木は、家に犬が8匹と庭に池があるほどの豪邸に住んでいたらしい。1976年に読売クラブから日本サッカーリーグでデビューするも、当初は技術的に難があり、なぜあいつを起用するんだとの批判もあったが、年収量と持ち前の闘争心で出場機会をつかみ、1983年からは主将としてチームを牽引。その後日本サッカーリーグ優勝3回、天皇杯優勝3回、 JSL カップ優勝1回に貢献する。現役引退後は読売クラブのコーチに就任し、1993年の J リーグ開幕直前に監督のペペから引き継ぐ形でヴェルディ川崎の監督に就任。監督就任時の年齢は35歳という異例の若さであったが、他の引き受け手が見つからず、仕方なしに監督の話を引き受けてしまう。監督就任当初はヨーロッパスタイルのチームを目指したが、これには親友のラモス・ルイがストライキを起こすなど猛反発を受けたため、ブラジル人スタイルに戻すとチームは上昇気流に乗り、 J リーグ初代チャンピオンに輝き、松木自身も優秀監督賞を見事受賞。1994年も前年同様に前期は不調に終わるが、後期から招聘したネルシーニョとの二刀体制により、チャンピオンシップでサンフレッチェ広島を退け、2年連続の J リーグ王者となった。その後ネルシーニョに監督の座を譲り、松木自身は監督を退任。1995年には JFA 公認 S 級コーチ資格取得と NHK サッカー解説者も務める。なお元サッカー選手、監督でありながら、ウィキペディアでサッカー経歴よりもメディア経歴欄の方が多くなってしまう。そんなお茶の間でも人気の松木ですが、そのキャラクターから2014年にはゼクシーの CM のナレーションに抜擢され、結婚っていいんだよ、しようよ、よーし結婚しようと、持ち前の明るさで結婚を考えているカップルを後押しする。1998年にセレッソ大阪監督に就任し、チームの再建を期待されたが、思うような成績が上げられず1年で退任。また2001年に古巣の東京ヴェルディ1969監督に再度就任したものの、成績が上がらず半年で解任されてしまう。テレビ朝日系列のサッカー解説者となった松木は、解説者の仕事と思えないほどの天才的な面白い発言から、居酒屋解説と称され、スポーツの感動を素直に伝えるスタイルで、おおとかあーなどの擬音が多いことから名言録と揶揄される一方、明るくポジティブな生き方が現役時代を知らない10代から40代からも人気。そんな世代を超えた人気を誇る松木は、過去に人気サッカーアニメ稲妻イレブンに松井安二郎、人気サッカー漫画ブルーロックには夏木春太郎として二次元でもその輝きを放ってしまう。松木の活躍は日本国内だけで収まらず、2012年には当時全米ナンバーワンラッパーフローライダーの情熱のホイッスルという曲に、まさかの口笛を吹くだけの役割として登場してしまう。なお本人はもともと口笛に結構な自信を持っていたらしい。とにかく日本寄りの実況をすることに定評がある松木ですが、特にジャッジに対しては私的な感情を表に出しまくることで有名で、日本に不利なジャッジがあれば大声で抗議し、日本に有利なジャッジには目をつぶる。2011年のアジアカップ準決勝の韓国戦は1対1で延長に突入し、岡崎がペナルティーエリア付近で相手選手に倒されたのが、エリア内かエリア外かが微妙な場面でしたが PK の判定。しかしその後リプレイが流れ、岡崎が倒されたのがエリア外だということが分かると、そうだよねと一瞬しょんぼりしてしまう。その後もう一度このシーンの映像を確認しながら、ここは外ですよね、だからまあいいんじゃないですか、中でいいでしょこれとまさかのゴリ押しに、実況アナも思わず吹き出してしまう。2013年に行われたオランダとの親善試合にて、実況アナが、オランダ代表はこの1年3ヶ月も負けがありませんとオランダの好調っぷりを紹介すると、松木はじゃあそろそろだな、今日だなとオランダの負けと日本の勝利を予言してしまう。結果は日本が敗北。日本のコーナーキックを相手ゴールキーパーが弾いた際、ボールが相手選手の顔面に当たってオウンゴールとなったシーンで、松木は見事なヘディングだねと相手選手を褒めたたえた。2006年に行ったドイツとの強化試合で日本が2対0でリードする中、2点リードした日本とすれば、このドイツにたくさんフリーキックをやってもらってですね、それをしっかりと守るというのもね、本大会考えるといいかもしれませんよと言ってる途中に、フリーキックから痛恨の失点。松木流、ファールで粘ってフリーキックを守りきる戦法が一瞬で破綻してしまう。
ロシアワールドカップアジア二次予選のシンガポール戦、なかなか決定機を決められず松木も焦りだし、途中から決めてくれ、うおい打てなどコメントが単発になり、これには SNS 上でサッカー知らなくてもできるコメントで草、視聴者目線で笑ったなどとコメントされてしまう。代表戦ではうおいファールだろ PKPK などの単語解説が目立つ松木だが、元アンダー12全国大会決勝においてはしっかりとセンターサークルのボールホルダーに入った時に声出してプレスバックの指示が出せるのはすごいと、的確で筋の通ったまともな解説をしている。本当はしっかりとした解説ができる松木ですが、メディアでは居酒屋解説者としての出番が多いためか、ヤフー知恵袋にて解説者と呼べますか、聞いていてつまらないですと、ド直球なディスを受けてしまう。リールズジャパンオールスター2022にてバイオレットドラゴンを率いた松木は、試合前に選手に対して相手のボールになったら5秒以内に取り返してください、で10秒以内に点を取るっていうとえぐい要求をして場を盛り上げる。カタールワールドカップアジア最終予選のサウジアラビア戦にて日本が0対1で敗れると、松木はきついなこの帰りの飛行機と日本代表選手を心配するも、相方のセルジーが船で帰らせろとお怒りのご様子。これに対して松木は、いや間に合わなくなっちゃうよオーストラリア戦と、まさかの冷静なツッコミをしてしまう。イケメンすぎるサッカー選手内田篤人にだけはなぜか厳しかった松木。特に有名なシーンは2008年キリンチャレンジカップのシリア戦、シリアのカウンター時に中央のカバーに走って右サイドの相手選手を完全にフリーにしている内田に対し、逆サイド空いてますよこれ、内田全然こっち見てないと怒りをあらわにした様子。そんな松木に対しては心強いデータもあり、松木が解説を務めるテレビ朝日が中継したザックジャパンの戦績はワールドカップ前最終試合となったザンビア戦までで14勝6分け1敗とほぼ負けておらず、勝率は6割を超える。2011年アジアカップのシリア戦で起きた日本の守護神川島英二がまさかの退場になったシーンで、解説だった松木は、なんなんすかこれ、なんなんすかこれ、なんなんすかこれと3連発、日本サッカー解説史上屈指の名言が誕生した瞬間となる。同じくシリア戦でヒーローになったのが泥臭いストライカー岡崎慎司。79分にガチャピン遠藤のロングボールを岡崎が絶妙なトラップで収めると、体を張ってボールをキープ。この時松木はなぜか鈴木鈴木と叫んでしまう。鈴木改め岡崎に対してシリアは2人で岡崎を挟み込んでボールを奪おうとするが、ここで岡崎が倒され、松木はおいファールだろと定番のファールアピール。その後主審の笛の音で PK を確信した松木は、よーし来たよしと珍しく日本中のファンの気持ちを代弁した素晴らしい実況を見せた。実況アナが PK を獲得した瞬間からボールを自分で掴んで離しませんでした本田圭佑、これは自信があると見て松木さんよろしいですかと、サッカー中継では定番の質問に対して松木は少しの間沈黙した後、黙って見ましょうこのシーンはと、まさかのアナウンサーに説教してしまう。居酒屋解説で何かと話題となり、今やサッカー解説の第一人者とも言われる松木ですが、講演料はなんと最低でも50万円を超える模様。こぼれ球をサイドバックの井ノ葉が詰めて逆転に成功した際、ゴールが決まり実況アナも決めたと叫んでいる中で、松木は香川へのファールの不満からか、おお PK だ PK だ PK だ PK と謎の PK 連呼。ゴールが決まって5秒後くらいにようやくゴールしたことに気づく。ロシアワールドカップアジア最終予選のサウジアラビア戦で圧倒的な走力で攻守に奔走していた原口元気に対し、フォワードとは思えないくらいサイドバックもできてフォワードもできてものすごい、何人もいるみてえだな原口なと松木節が炸裂。これには SNS でいません一人ですなど冷静なツッコミコメントが溢れてしまう。とにかく松木の解説は的を外すことが多く、ファールだろといったシーンではノーファールだったり、イエローカードじゃないといったシーンでは注意のみ、これはレッドカード出ますよといったシーンではイエローカードと、松木の発言は基本的に公平というより完全な日本寄りの解説になってしまう。解説者としてあってはいけない人名を間違えることも松木にとってはお構いなし。2011年アジアカップ決勝のオーストラリア戦で絶体絶命のピンチをゴールキーパー川島がセーブすると、興奮した松木はナイス川越と叫んでしまう。カタールワールドカップのドイツ戦でアディショナルタイムが7分だったことに対し、本田圭佑がと発言したことは記憶に新しいが、松木も2011年アジアカップのシリア戦でのロスタイムに、ふざけたロスタイムですねこれね6分と呆れ発言。パリオリンピックでも活躍が期待される FC 東京の松木玖生に対して、いいよね特に名前がねとプレーよりも名前を褒める松木節を披露。2002年の日韓ワールドカップの時、飛行機に乗った松木は同じ飛行機にカペッロやボビー・チャールトン、ペレなどのレジェンド選手たちも乗っており、子供のように喜んだ模様。
ところが当時のサッカーファンは飛行機に乗ってきた時、ペレもカペッロもボビーチャールトンも全部無視してそのまま松木のところまで来てサインをくださいと言ってきたが、これにはさすがの松木もサッカー界のレジェンドたちを前に罰が悪くなり、恥ずかしくて書くのを躊躇してしまう。バーベキューの様子を伝える番組で食材が焼ける様子を選手に例え、肉汁を出して頑張ると実際にサッカーを解説しているようなユニークな表現で松木節を披露。これには松木もゴールを決めたハート型ポークステーキをはじめ、絶対的エースばかりでかなり豪華なメンバーでしたねと興奮が収まらなかった様子。カタールワールドカップでの代名詞ともなった三笘奇跡の1ミリに対して松木は見ててヒヤッとしました。見れば見るほどラインを出ているように見えるんだよね。いやー競馬みたいですよね、写真判定でと独特の表現で振り返る。お酒が好きで知られる松木だが、よく解説の前に飲んでいるのではないかとの質問に対し、それは絶対にありませんからねと笑顔で答えたが、実際は飲んでいると思われても仕方ないくらいの名発言っぷりが松木の人気を支えている。2005年ソニー生命の CM 父の夢編に出演し、感動的ストーリーの中で父親役を演じた松木だったが、 CM 終盤で殺されてしまう。なお映像が感動的なあまり、松木死んだの？との声がある一方、ピンピンしてますよと冷静に返答される。2011年のアジアカップの頃、松木のいとこの息子も力士となり貴乃花部屋に入門。しこ名は本名の松木で、下の名前はシュートにしたらしく、これには松木も力士なのに笑っちゃうでしょう、おそらく僕のこともあって親も最初はサッカー選手にしようと思ったのではないでしょうかと嬉しそう。 J リーグ30周年記念のトークセッションにて、 S 級ライセンス養成講習会の受講を控える元日本代表の中村健吾と内田篤人に対して、あの免許を持っていてもどうにもならないからと辛辣なコメントをしながらも、とって現場で経験することが一番、現場で活用してくださいと先輩としてアドバイスする。そんな心強いアドバイスを後輩にしている松木だが、2019年のアジアカップについてニュース番組で取り上げられ、松木名解説の話題に。同番組に出演していた MC 羽鳥慎一が、松木さんの解説は人を元気にさせますからねと熱弁すると、それに対してタレントの長嶋一茂は、応援ですね、解説じゃない、あとは希望的観測と即ツッコミされてしまう。とある番組内で、監督は何やってるんですかと聞かれると、松木は試合の中での監督の仕事ってほとんど少ない、ハーフタイムの時に選手がハーハー言ってる時に、いいかお前これとこれとこれって言っても誰も聞かない、だったら次にどうやってつなげられるかってポジティブなことしか言えないからと説明。カタールワールドカップ後最初の試合であったウルグアイ戦にて、アナウンサーと内田篤人氏がフォーメーションの話をしている時に、結局足せば11人と解説者らしからぬ驚愕の一言を発してしまう。なおこの発言がスペイン紙でも取り上げられたらしく、異次元のサッカー解説者、サッカーのタブーをついた、真理をついた発言だと謎に称賛の嵐が巻き起こっている模様。とある番組内で伊藤純也に松木が愛称の候補として、チーター伊藤、ゴールデンパンサー伊藤、稲妻純也を提案。すると伊藤が、稲妻という響きは好きですねと答えたことから、稲妻純也と決定し、松木はこれから使っていきたいと思いますと得意満面だった様子。今でこそ稲妻純也が主流となっているが、カタールワールドカップアジア最終予選のサウジアラビア戦では、松木自ら命名した伊藤純也に対しての呼び名は稲妻くんとなっており、実際の実況でも稲妻くんすごいねと解説した模様。これまで批判も多かった松木ですが、居酒屋スタイルを変えずサッカーを分かりやすく伝えるため奔走、自身の信念を貫き通し中途半端な解説をしなかった結果、テレ朝会長に世の中が松木に追いついたと言われ、喜びを爆発させる。ということで今回は松木安太郎にまつわる50の面白いエピソードを紹介してきました。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントをぜひともよろしくお願いします。それでは。